はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ、前回の続きからやっていきたいと思います。現在クリスタルシティのパブですね。でバーバラとクローディアが見ての通りいるんですけれども、まずバーバラは確実に戻します。でクローディアがねどれくらい強くなってるかなんですけれども、まあセーブはしてあるんでちょっと見てみましょう。ミディアムと、あ間違えた、アイシャ、この2人はもう外して、えクローディア仲間にして、グレイ一緒に行く、控えめだな、一緒に行こう。いやグレイ一緒に行くかい、一緒に行く。でじゃあまずバーバラから。バーバラそもそもどういう状況で別れたのか分かんないけど、聖杯10か、まあいいんじゃないの、ハルビルト15だし、もともと15だったっけ。クローディア、あー4か、せめて日本打ちが使える6くらいまでにはなってて欲しかったな。もうちょっとだな、もうちょっとクローディアには頑張ってもらうか。というわけでリセットします。バーバラを戻しましょう。まあそんなわけで、今回はミディアムとお別れをして、バーバラを戻して、クローディアちゃんはもうちょっと頑張ってもらうと。ハルベルト15、ボーグはこれだけだっけ。結構かわいそうなことしてたんだな。で宿屋に寝ましょう。ちょっとみんな減ってるんで、あとお金か、お金をジュエルに変えて、でその後、今回は魔の島へ行きたいと思います。売るもんあったよね、傷薬とかなんかちょいちょいあったからな、まあ、それかお買い物するか。どうしよう、ガーラルスピア買ってあげようかな。バーバラ中衛3人だもんな。ハルベルトがもう完全にレベルマックスなんで、ここガーラルスピア売ってなかったな確か。ベルニー関係なんだよね、なんかクリスタルシティって。じゃあいいや、レザークラブでいいや。いや傷薬にしとこう、やっぱり20円とか安っ。でジュエル11、かなりのジュエルだな。で魔の島はオービルから行く形になります。オービルのね、下にいるじいさんに話しかけると、一度だけ魔の島に行けて、でちなみに速攻で帰ってくることできるんですよ。速攻で帰ってくることができるんですけど、もう二度と行けなくなるんで、まずじいさんに話しかける。死ぬ前にもう一度魔の島へ頼む、魔の島へ連れて行ってくれということで一緒に行こう。魔の島へ行くぞ。こいつ何のために来たんだかマジ意味わかんないからね、このじいさん。魔の島敵が多いんだよね。でこれ変なね崖みたいになってるところから上陸できないんで、あここら辺、え妖精早くね、その代わり鳥が遅い。敵いっぱいいるんだよね、またこれが。まあ、ただ火力はね上がってるんで、バトラックスでいくか。ダルベルトもスティールソードで、アイシャもハルベルト極めて、バーバラも、あそういや魔法33回の19回、ちょっと上がってるねやっぱり。聖杯、まあ、でも回復の水聖杯でできるからな。あれ今何、あこれか、超ビビるやつ、なんて書いてあった。ちょっと動画を後で見返してみないと、早すぎて分かんないな。まあ、やっぱりね一部早すぎて分かんないんだけど、かといってメッセージ速度下げる気にもならないんで、このまま行きます。そして一旦じゃ倒せないか、さっきのなんだか分からん、なんだか分からんけど効果がなかった。バーバラとアイシャってちなみにどっちが強いんだ今。こっ
ここはもうひたすら上に上に。ゲッ出たイフリート、もうこいつ出てんのかよ。これはちょっとガチでいかないとまずいんで。この2人普通に強くねえか。全滅斬効くの？いや確実に行こう、確実に倒す。ただヒットポイントはそんなに高くなかったと思うんだよね。大神拳で動けないにならないかな。二段突きでいいでしょう。コスパ重視でいこう。あ、クリティカル、いきなりかい。いや怖えな、この先の普通の戦闘が怖いんだけど。げ、効かない。え、ってかさ、全然そもそも効かなくね。もう普通に二段突きとかを使っていこう。地震、動けない。いや、バーバラ若干弱い。ヒットポイント的にはアイシャとそう変わらないけど。ハルベルトのだって力も変わんないしね。両方15レベルだから。よし、バトワックス15になんないかな、早く。なかなか15レベルまで届くのは。時間かかるよね。ちょっと見てみよう。14、スティールソードは14。あと1か、あと1ずつだね。フライパン野郎は大したことないんで。ただ思ってる以上には強いんだよね。159、結構食らったらバーファラ裸だからな。腕輪となんだ、なんかしかつけてない。どういう装備品なんだっていう。今どっち上か。じゃあみんなヒットポイントあるからな。ちょっと戦闘がねめんどくさくなってきたね。全滅弾一回使おう。倒せるやつは倒したい。2人、まあいいか、悪くない。で上の2人が残ったか。強い組が273。高級傷薬1回分だな、まあ、ただ高級傷薬はもったいないんで聖杯使おうか。魔法で回復させてもいいんだけどな。やっぱ火力必要だね。ハルベルトで攻撃しよう。少しでもダメージを稼ぐ。防具か。いや第一件、通常攻撃力はやっぱ強いんだけどな。技がね、まあ、確かにね大神拳は使えるんだけど、対ボス専用のね技がちょっとないっていうところが厳しい。上がれ上がれ、上がらない。よし、このまま入りたい。であとはこの魔の塔っていうのひたすら登っていくだけなんで。
これなんか右の階段からね、勝手に落とされたんだよね。回っていかないといけないんだな、きっと。強え、敵がさ、強えんだけど。大神拳効くかな。動けないになれ、せめて。よし、OK。あとは一方的な虐殺よ。ちょっとマジで強い武器が欲しい。おお、明治スタッフ実質5000円だからな、これ。でもマジ泣けんだけど、ここ。こいつは強えしさ、全力でいく。全滅弾で2人倒したいんだよね。これ届かねえじゃん、よく考えたら。この陣形だったら大神拳使うか。全力でいこう。最悪マジカルシェルダー1個投入だな。まあ、ボスはいないんだけどね。まずこれでどれだけ倒せるか。2人、一番後ろのやつ毎回効かないんだよな、まあ、ただこれで肩はつく。全部右になるか、これ。うわ、全部右になりそう。上を向いてカニ歩きができるんだけどね、やろうと思えば。それはめんどくせえな、これ。だいぶ先にで、大神拳一回使っちゃおう。一回上を向かなきゃいけないからな、それはそれでめんどくさいんだよね。あ、飛んでるやつにも効くし。上向いて、まあ、カニ歩き。出たイフリート、最悪だ。地釣り一回使うか。全滅残、いや待って、わかんねえな。大神拳意外に役立つ。雑魚戦では大いに役立つな。これで倒せるしよ。倒せない、マジか。これは動けないにしてくれなきゃ。マジ、ここまで動けない。よっしゃ、危ねえ。
体はそこまで高くなかったような気がするけど、普通の攻撃でいけるかな。ここまでダメージを与えてれば。ちょっとこの次も最終試練に挑んじゃおうかな。武器がきつい。やべ、大丈夫か。おぶねー。フリートとか本来ボスだからね。だって普通の敵でも出てくるけどさ、ほんと頭おかしいよな。もう9999いきそうだし、最悪あと3人か。悪魔系マジで怖い、フリートが出てくるから。このね、鬼みたいなやつとスコップ持ったやつと妖精のムーンストーン守ってたやつ、こいつは超弱いからな。楽なんだけど、このゾンビクソ早いんだけど。け、出た、フルフル。マジで強い、これ。地釣り残月使おう。そしてバトラックスもなんかね、覚えたんだよね。大文字山みたいなやつ。せっかくだから使ってみようか。はやぶさ切りからの、ここは大神経使おう。二段突きの二段突きでいいか。あー2000超えるね、いいね。地釣り残月並みには強い。大神経か、なんかあんま意味ねえな。てかぶっちゃけしゃ、バーバラよりアイシャの方が今強いんだけど。フォークはまあこれで。早っ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 、ちょ、マジ早い。動きはカクカクしてんな。でも呪われた靴やったぜ。ちょっと装備してる暇がない。でも呪われた靴ってなんか危ないよね。一応見る限りはなんか魔法ダメージほぼ1に抑えるみたいなこと書いてあるけど、バグで。一回マジカルシェルター使おうかな。下2人か。えっ、効かない。このなんか土みたいなゴーレムには効かないんだ。まあ、そんなに強くないけどね、こいつ自体。赤いやつが強いんだよ。普通に倒そう。げっ、全部。あれ、これってさ、これが何回ってわけじゃなくて、技ポイント共通してるんだ。すっげえ今更だな。はやぶさ切りははやぶさ切りで単体で99回使えるのかと思ってた。違うんだ。マジか。じゃあこれマジカルシェルター使おう。まだちょっと先ありそうだしな。ジュエル1個。まあ、収穫はあるよね。7回。いや、フルフルとか出てきたら嫌だからな。ちょっと1回マジカルシェルター、いや、リフレッシュドリンク、いや、マジカルシェルターだな。3個あるし、これ全開。
ん、なんだこれ、ガーラルアックスが16、これ8回、わかんねえ、やっぱりわかんねえ。あとスティールソードが鍛え上がれば、ファイヤーボール弱いんだよね、大して食らわない。グレストでよく頑張ってるよな、グレーも。金からしてベルミソード買ってあげてもいいと思う。あれこれどっち、え、なんだこれ、まあ、雑魚が出てくれる分には助かるけど、スピアいいよね、真ん中から攻撃できるっていうのが。クレイとかこういう陣形になると一番前まで出てこないといけないからな、まあ、フォークは最悪斧投げつければいいんだけどさ。ガーラルアクスやっぱり火力あるね。でこれ地味にさ40くらい、3回食らったら100食らってるってことだからな。癒しの水で回復させるか。スティールソードがなかなか上がらないね。あ、そうか、アルベルトアクアマリン装備してるからな。本当はねフレームタイラントから火神ボグリン、火神ボグリン似たような性能のものを手に入れたかったんだけど、戦えなかったからな。あれ割とショックなんだよね、結構性能当てにしてたのに。あ、ただもうイフリートは倒せるっていうのが分かったから、その前にやっぱクローティアも戻すか。宝箱回収してこう、敵がいるわけじゃないんだし。大したもの入ってなさそうだ。100円と知力の本、100円とかもう無理でしょ。100円すら持てねえよ今。途中の1000円いらなかったね、1000円2つ。お金の宝箱がマジで無駄。知力の本、あーひでえ、そういうことか。なるほどね、じゃあ100円いらないよ、左100円だから。知力の方を先に取ってよかった。どっちがどっちとか書いてないからよくわかんないんだよね。確かに吸い込まれるって書いてある。宝箱を回収して階段付近に戻ろうとすると変なものに7階へと引きずり込まれる、そういうことね。で今いるところが8階で、9階に魔の島の主みたいなのがいますね。まあ、戦えないんだけどね。でディスティニーストーンとしては魔のエメラルドなんだけど、エメラルドを手に入れることできないんですよこれ。どういう設定だよっていう感じだけどね。3人戦わなきゃダメかな。ゲッ、実はもうみんな強えかんな。地図に使おう、せっかくマジカルシェルターを投入したから。あー、円月山にしよう。ユニコーンもただ強力な攻撃を使っているわけではないんで。地図りはほんと強え。アルベルトもうちょっと早く行動してほしいな、これがあるから。
アルベルトもね、500円でかなり機能してるよな。ガーラドアックスはだってもらったものでしょ。てか武器にあんまり金かけてないんだな俺。で大地の剣も拾ったもんだから、まあ、拾ったっていうかもらったもんだけど、買った武器で一番強いのはベルニーユミだよね。一番役に立ってないけどね今のところ。一番高いのに一番火力が出てないっていう、買った中では。350サイも持ってるな。いやこいつはもうめんどくさ。一回全滅弾使おう。2体え、結構食らった。多分針みたいな感じだったんだろう。魔の島でな、スティールソードとバトルアックスが15になってくれればよかったんだけど、まあ、バトルアックスは15になったね。さて9回、まあ、一応セーブしますか。ん？なんだお前たちは、どうやってここまで来た。50年前お前が捕まえた船を覚えてるか。ただ一人の生き残りが俺をここまで連れてきてくれたのだ。50年前の話だって覚えてねえよほう、あの逃げた男はまだ生きておるか。じゃが奴の仲間も生きておる。そこにな。何？わしはこの100年余り不老不死の術を研究しておる。50年前ついにその術を見つけたのだ。そしてあの船の連中に術を施したのだ。それ以来その者たちは年も取らず死にもせず、ただ眠ったまま。失敗だ。許せない奴戦う。目覚めさせる方法はディスプニストーンについて尋ねる。一応全部見てみる。許せない奴戦う。おっと、わしは戦わんぞ。お前たちもここまで来た強者、怪我をしてもつまらん。さようならという感じっすね。まあ結局どの選択肢でも戦えないんですよ。ほいほいほいと、ここら辺は目覚めさせる方法は殺せばよいのだ。死の瞬間、その一瞬だけ目を覚ますぞ。クッ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 ク、さようなら。まあ、一応ジュエルが手に入ったからね。ここに来てディスティニーストーンについて尋ねる。お前はディスティニーストーンが欲しいのか。ではお前がサルインと戦うのか。くだが渡さんぞ。エメラルドのディスティニーストーンはわしの研究に欠かせない大事なもの。お前にもサルインの手下にも渡しません。あれ、それで終わり。うん、あ、ちょっと待って、別にどれでもいいからこれでいいや。てんてんてんと、冷凍睡眠みたいな感じなのかね。でこのまま一番下まで降りていきますと。でこれどっち、またさ、これ敵がワンサがいるんじゃないか。いやーめんどくさ。左側行けばよかった。逆側から出ちゃったよ。またこいつらか。全力で行こう。全滅弾、後ろのやつは倒せるはず。前のやつは普通に倒して、後ろのやつは全滅弾。よし OK。 前のやつ効かなそうだね、全滅弾自体が。じゃあ船に乗って帰りましょうかね。
じゃあ帰りましょうかね。これで魔の島のイベントは終了ですと。思い残すことは何もない。そんなんでいいの？ウェイクビン結局逃がしたまんまだけどね。一回クリスタルシティに行ってクローディアがいるか見てみましょう。あ、いるね。アイシャと別れるか。じゃあもうちょっといいや。レベルがいくつだったとしても一緒に行こう。クローディア、ベルニー4、変わらねえな。まあこっから。でもベルニー弓、結局エリスの弓を取ればまた使わなくなるからね。とりあえず宿屋に寝て、次はそうですね、結局強い武器を手に入れてもそれを鍛える時間が必要なんで大丈夫でしょう。ヒットポイント600台いってれば。ちょっと次回は最終試練ですね。まあ銀遊詩人が言ってた神々の武器というのを手に入れるために、そちらの方へ行きたいと思います。その前に物を売っておこう。レーサーグラブでいいかな。それこそジュエルは13個、結構あるね。まあそんなところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。